土佐山田駅は、高知県上市土佐山田町東本町一丁目にある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅案内パネルのコメントは、龍河道とアンパンマンの駅。駅番号は D37。島式、短式複合型の交換及び退避設備を備えた二面三線の地上駅である。かつては、社員配置駅だったが、現在は、契約社員が勤務している。 駅舎は駅の南側にあり、駅舎側の単式ホームが1番線、古仙橋を渡った先の島式ホームが2、3番線となっている。構内配線は1番線が上下副本線、2番線が上下本線、3番線が上下副本線となっている。なお、一線スルー化が完成した後のダイヤ改正で、定期列車の通過列車はなくなった。 このため、当たり駅をまたいで運転される列車は、行き違いや対比がない限り、駅舎側の一番乗り場を優先して使用している。三番線の北側には留置線があり、折り返し列車の時間調整で使用する。以前は、駅北側から伸びる、貨物列車用の引き込み線が存在したが、現在は一部にその痕跡を残すのみである。夜間対白は行わず、当駅泊まりの最終列車は、 旅客扱い終了後、折り返し高地行きの最終列車となる。駅舎内には、駅、コンビニ、ビッグキオスクが入居したが、現在はセブンイレブンに変更されている。かつては、ウィリー・ウィンキーが入居していた。ホーム駅前風景バス乗りは、ありがとうございます。